はい、待ってます。どうぞ。さあ、なかなかうまくいかない。始まりました、ジジイ船第2回と、はい、いうことでございます、はい、1回目にいろいろと、松爺の予想の仕方等を聞きまして、はい、であの時に若干ですね、あ、もっとこういうことも言ってあげればよかったなというお話をされていたのが、まあ、気にはなってたんで、うん、2回目やりたいなと思ってたんですけれども、はい、今回女子戦ということでね、はい、イエス高須クリニック杯の、今日は準優日というふうになっておりますが、はい、うん、オール女子になると、うん、今までのそのデータがですね、僕昨日までちょっと生ナイスとかやってて感じたのは、うん、その男女混合戦もしくはその男子だけの戦いとはちょっと違う考え方しないと難しいのかなというのが、はい、でその辺であのデータの生かし方もちょっと変わってくるのかなと思ったんですが、うん、どうですか。基本は何も変わらない。全く一緒。一緒なんだけど、女子戦に関しては拳銃を重視してて、お、実はだから、まあ、今日ももう拳銃始まるけど、まあ、ちょろっと見るぐらいで、基本はもう買いました、あのデータに基づいて、あとまあ節間の成績も見て、はい、もう12レース全部買って、うん、で展示を見た上でもし付け足すものがあったら足していこうかな。なるほどなるほど、うん、ちなみに今日11月のもう頭ですが、今年どうなんですか。今年ね、江戸が上げてます。うわ、ナイスの収録だけを見れば、はい、勝ってるけど、はいはいはい、テレボートという全部やってるでしょ。江戸川、江戸川基本全部買ってる。じゃあ結構あれですか、回収率低いんですか。低い低い、江戸川低い。あら、 70% ないと。お、本当に。あのテレボート上のね、ついに 200% 男が、いやー危ないね。あ、 200% はもう全然無理。今年の 100% 超えもちょっと危うい。危うい。テレボートはもう無理だと思う。あ、まあ、実際本庄分のプラスが本庄はそう出てるから、まあ行ってるかなぐらいではあるってことですね。ギリギリ行ってんのかな。じゃあ今日はまあオール女子で展示も重視されるということですから、今回ってますんで。でも、まあ、女子戦に限らないけど、展示とやっぱ本番が結構違うんだよね。あ、コンセプト特に。なんでその辺は、まあ、今日は G ゾーンを、あー、基本に買ってみようかなと思いますけど。僕は、まあ、今までと変わりなく適当に買いますので、はいはい、一応、まあ、勝負ということでね、はい、勝負。まあまあ、特にそのどうなったらどうっていうのは設けると、あの金の張り合いになるから。それをのんびりやりたいんで。さ、はい、あ、いつも通りのんびり。じゃあいつも通り楽しくやって、はい、まああのね、松爺のデータの使い方が果たして今日女子戦にも通用するのか、そしてこの間この間というかね、前回1回だけの結果しか、まあ皆さんはご覧になってないんですけども、果たして2回目もきっちりね、役立てることができるかというところを皆さんはご覧いただきたいと思います、はい、じゃあいちいちよろしくお願いします、はい、じゃあ予想してください。え、なんかそれ、あの、喋ったんですか。何を。1レースのデータ的な。ま、大丈夫なんですか。うん、大丈夫。間に合うんですか。いや、なんか心配なんだよ。なんで。わかんない。あ、言うこと。あ、あのね、さあ、前回のを見てもらった人はわかると思うんですけど、朝一レースの展示が始まる前にかなり入念に伺ったじゃないですか。で、僕はあの時に説明が足りなかったみたいな感じの話をちょっと聞いてたから、朝もう少しその付け足しの説明を聞けるんだと思ってたんですよ。たら朝は特にねえなって言われたから、うん、それが、あの、何を付け足そうと思ってたのかを忘れちゃったんだよね。ちょっと間が長すぎたから。ああ、なるほどね。そうそうそう。
忘れちゃうよね人間。まあそうですね、半年以上伸びましたからね。年取ると特にね。あ、安定板ついてますから。はい。でも買う前に安定板って言われてませんでした。昨日の夜考えたから。あられあれあれ。で朝聞いてもう今さら無理だな。すごいですよ、もう朝から壮大な言い訳が今の一言でもう全て今日、ね、どれだけマイナスでもまあ安定版がっていう話で片付いてしまいますから。まあ特にでも安定版ついたからって変わんないでしょ。みんな一緒だから条件。俺はそう思う。若い子はやっぱり不慣れなところが。温水パイプもそうなんだけど、はい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 、慣れてないと調整がね。らしいですね。ただ誰がその慣れてる慣れてないちょっと年齢とかね、クラスで見るしかないから、まあそうですよ、なんとも言えないんだけど、まあ負けたらその辺に原因があるということで今のうちね。はい、いきなり先に先手打たれてるな、はい。しかも朝ね、波がそんなにないっていう話を聞いたのに、だいぶ向かい風、波高いよね。潮何でしたっけ、下げ上げの緩やか潮上げ、向かい風結構きついですよ。緩やかな上げ、これ慣れてる人の方が良さそうだな。だいたい江戸川の1レース目ってカオスじゃん。そんな中なので、まあ、成績重視でいくと1と2と5という感じになるなと。でカオスであるということを考えると 3着は善になるということですよね。まあ、この船券が1枚で買えるようになってるっていうのも僕は初めて体験するんでちょっと楽しみなので、これで行ってみようと思います。はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。大体行き止まりなんです。まずね、この2列に並んでいるこの書き方は皆さんのジジイ船のシャープ1を YouTube の方で探してみてください。大体これの理論を喋ってますんで、長々とね。まあ、簡単に言うと上が基本統治勝率で、走ったことない人も当然いるのでその辺は全国勝率と合わせて、まあこっち側から順位を勝手につけてます。で下がモーターの2連対率。それで第1レースを見ると、多いね、これ記憶したね。じゃあここからのんびり喋るよ。で G ゾーンを見ますとね、123が三つどもえ戦といえば三つどもえ戦なんですよ。で節間の中で推しの選手を決めるっていうのが好きなこと で大橋さんが推しといえば推しで、東京支部なのでここはまあね、今日のオープニングレースだから東京支部を1番にしたいなと。で2着に関しては当然この上位2名の23で、3着も23で、ちょっと5号艇野田さんかな、野田さんは3着に入れての123235と。でこのカッコは金額をちょっと振り分ける感じですね。それでもう一つが2頭3頭のどっちかが欲しいなということで、どっちかっていうとよく聞くお名前の本部さんを買ってみようかなと。で2頭で13の3着13で、まあ5は入れ込むという感じです。で特に江戸川の第一レースって2が刺せるかどうかっていうのが非常に重要な感じがして、もし2が刺しで勝っちゃうとその日1日2が強いんじゃないかなって思う時があるので、そこはまあ一つ運試し。で3型はそういうわけでゾーン的には一番上ですけども頭は外しました。でもう一つどうしても、まあ、夢というか、まあ、ちょっと穴目が買いたいなっていうので今回は5号艇、野田さんですね。
野田さんをちょっと狙ってみたいと。で2着3着に関しては123123と、本来はこういう時に3着は流した方が楽しみが増えますけど、まあ今日は G ゾーンに乗っ取ってあえて切っていこうかなと思います。10万周取りますよ。お、え、そこなんだよね。あるんだよね。それで2分前、もう俺買ってるんでいいけど、はい、一旦これでもう一つ、それは後でいいや、レース始まる前に。スズムシみたいなポップガスしちゃった。え、いや、今回からフォーメーション買いができるっていうことがあって。あれね、行きました？行った。全く違和感ない上に、そうそうそう、普通のジョーって、うん、マークカードにフォーメーションって書いてあるマークカード、1個だけちょっと色味の違うものが置かれてるんですけど、今までのやつをそのまま使える感じになってるの。だから変わったことすら気づいてない人たくさんいるんじゃないかなと思うぐらい普通に変えました。それで今の買い目を実はフォーメーションにするとこういうことなんです。はあ、はあ、18点。最近好きなのがこの3手4手4手の18点買いで、江戸川だと多分まあ100円ずつで1800円でしょ。はいはい、18倍切ることがあんまりない、あんまりないので割と有効的。それで本命対抗と夢をまず頭にして、それでちょっと1個ずつ足すと、そうするとまんべんなく本命もあるし、意外に組み合わせ次第で穴もあるっていうのがあって、だから4手ボックス24点よりは1個減らした18点であれば無理ないかな。だから強みは江戸川だとこういう買い方しても、うん、そこまでガミ、ね、ドガミはあんまりないってことですよね。うんうんうん、だからなんかもうわー、わかんねんってなった時は頭3人決めて、2着3着はそのまず3人でしょ。でもう一つちょっと来そうだなって方を入れると、すごくこれダフです。おおむねずれてないですよね。うんうんうん、そういう感じで。黄色来て、黄色な、絶対ないはないからね。そうなんですよ、本当に。ちょっとこんな高くなる、金額振り分けたんで細かくなりますけど、123と132に関しては500円で、123の5に関しては200円で、2頭の方は、1313は300円で、3着が5号艇の場合は200円と。これが1万、ここで5頭、これは一律200円ずつ、5123123、これで抜けが来ると泣くと、浮いちゃ笑う。それでインフォメーションで買ったのがこれ。インフォメーション、あ、インフォメーション、いや本当にジジイだから、フォーメーションで買った、フォーメーションで買ったのがこれでね、初めて江戸川でこれ買いましたけど、こんな感じになる。これはまあお試しということで1800円、これ終始外しますということでレースです。どうぞ。リアルにインフォメーションとかって間違えるんですか？っていうな、これは良くないな。横文字弱いからね。ディズニー、何が？ディズニーランドの人？ディズニーは言わない。あ、言わない。ディズニー、なんか言えて言えて、いやいやいや、ほら来た、ほら、よし、ゴー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 、ここで5頭なんだよね。だからやっぱ4もスタートが早いからね。ほらほら、5頭あるじゃん、5頭ある、やばいぞ。5頭は読めるけど、こうなると、あ、21まで、はい、いやいや、5頭あるって噂。噂、
まれちゃってるな。125は一番良くないと思うんだよな。125はまあ俺はめちゃくちゃ安いと思うんだよ。そうだね。だそれだったらなんか 3着は3とかになってほしいよ。123とかやっぱ多分あのあれだからね、人気じゃない。15ほら 9.2 倍やもん。ドガミドガミ。あ、そう、最近ね江戸川さんのあれ途中で出すようになってもう決めてますけどね。いやまだ123残しといてもいいんじゃないの。よし、こうなった。152になると全然違うよ話。152になると俺も全然。あれなんでこの差ついてるの。なんでこの差ついてるの、意味が分かんない。じゃあ123だよ。野田さんちょっと晴れてるからね。3のはいいな。よし、3になるぞ。3の方が絶対つくでしょ。いや、急に上がってきたから。3の方が絶対つく。オッズ最後まで出なかった、123。はいはい。いや、9.2 倍よりはつきますよ、123の方が。じゃあ、2人揃って。ソーシャルディスタンス。でも野田さんがちょっと後半もね、かかってんだけど、あれだときついな。頭まであるところから落ちましたからね。だいぶ流れてたもんね。ほら、だから言ったやん。こいつのが一番だよ。なんでみんな節間の成績とか見て買って740円に落ちたから。俺もう絶対123の方が125よりつくと思って最後逆転されて喜んでたんですけど、これだったら3等切っとくべきだったな、やっぱな。ああ飯田さんね。そう、いや飯田さん点数持ってるんですけど成績がひどいです。昨日良かったのさ。昨日いいからやっぱりこっちに来ちゃうんだ。それか、本当だ。まず1号艇の中村桃花選手の逃げは揺るがないだろうと、このメンツであれば。でそこからなんですが、4号艇中村かなえ選手、あのスタート力抜群の選手ですね。まあ、今節ムラがあるんですけども、でゼロ台で飛び出してもやっぱりこうゴリゴリに絞って先に回るというところまでのイメージはまだないというところであって2着で、そうなってくると展開ついてのあの平川選手というのはちょっと目が出てくるかなというところですね。6.2 戦で第2レース、 G ゾーンの統治勝率としては1号艇の中村桃花さんは 0.00、まあ、江戸川は走ってないのですけれども、全国勝率的にはメンバーの中ではダントツなのでね、まあ頭で来るんじゃないだろうかということで1頭からで、対抗が同じ中村さん、これ2人中村さんなんでお名前の方書かせていただきましたが、まあ1か4の戦いということで、まあいいんじゃないかなと。ここそ3着が誰が来てもおかしくないというのがあるので前と、それと2着中村さんが今一つ来れなかった場合は、3号艇の清水さくらさんを2着にしたいと思います。それと中村かなえさんが頭まで来るパターンがこちらですね。この場合は2着は、桃花さんの方で、5に関してはまあ、これは展開外なんですけども、まあ4が来れば5がついてきてもおかしくはないと。で3着はここは基本は流しますけども、135をまあ強めに買っとこうかなと。それで6号艇の山本さん、 G ゾーン的には非常に狙い目、特に女性とかモーターがいいと結構狙い目なんですけども、
昨日 F を切って、それで F はあんまり考えないけど、 F の次の走りね、あたりのスタートタイミングを見て、やっぱりほら F を切ってもいける人はいけるけど、ちょっと自重する人は自重するっていうのがあるので、まあ6号艇の山本さんに関しては無理はしないんじゃないかということで頭を外しました。3着も基本的には外しました。だいたいこんな感じです。だから本当 F って、まあ、F2 はちょっと考えるけど、 F1 の選手に関しては普段は全く無視します。ただ同じ節間で F を切った場合は、まあ2回目 F 切っちゃうと卑怯になるので、さすがにねそこまで無理する人はいないんじゃないかということで、まあ評価的には低く見るようにはしてますけど、基本的に F1 はそんなに気にしないでいいんじゃないかなと思いますけどね。まあそんなところでございます。アルコール消毒に1頭で2着の4に関しては流してますね、400円ずつということで、で1頭の2着が3号艇の場合は3着は、4号の方が300円で2の方は薄めの200円にしました。でもう1枚、4が頭の場合ですね、200円とガミリ上等ですからね、イン逃げならが見る可能性大ですけど、実はですね昨日ヨッシーがお風呂に入っててね、頭を洗ってる時に思い出したことがあるんです。明日はジジイ船だ、どういう風になるんだろうなって考えてた時に、あ忘れたと。何を忘れたかというと、これこのプレート、プレートを作るのを忘れていまして、なんと風呂上がりだというのにビールも飲まずに、会社まで結構かかるよね。これまで 3、40分特殊詐欺の入り口はかけてわざわざ作りに行ってくれたとね、ありがたいことです。ただ朝つけたらね、これわかりますか、かなりはみ出てます。これサイズ間違いね。これ実はあのオモシーのいつも使ってるボードなんですけど、これね夜風呂上がりに作ってんの忘れて会社まで来て作ってくれた、急いで。そうで朝つけたらねでかすぎるサイズミス。そういうとこ可愛いよね。これを江戸川さんにこれいつもそう江戸川さんに。あで何もう目分量で行ったの。目分量でこれだったっけなと思って。すごい、でももう割と当たらずしも遠からず。フラケン。ああ。まあ言った通りですよ。チャンスは平川さんですよ。昨日のやっぱ最終レース6号艇のあの追い込みを見てるとね、最後強引に打ちこじって3頭取ってくれたんで期待したいですね。今日も5号艇のお話ですね。内側が頭に来たら来れないんじゃない、つかないというか届かないんじゃないかなと思ってあえて切りました。4頭の時だけは出して、あ4号は買ってるんだ。そう、あまあこれ第一レースが2が指してたりするとちょっとムムッと思うけど、まあ大丈夫でしょう。いちご桃でいちごだよ、ピーチでいちごできた、できましたね。それは敵対フルーツじゃないの、フルーツコンビ。この間ね、ピーチでイチゴ、フルーツのランキングをツイッターで聞いたら、そうましたね、あれなんだろう、え、うわやばい、ほら花江ちゃんが行くわ、ほらまんまで5がついてる、うわ全然行っちゃった、ほら絞んない、ほら絞んない、マジねえ、そうなのよ、それでも絞んないのよ、結果14なの。惜しい、いややっ
っぱね、そうなのよ。あれだけ行ってんのに、だまだ勇気がないのか。そうだね、やっぱ妨害になっちゃうとかそういうことを考えちゃうんだろうな。どっちがつくのかな。ニノがつくんじゃないか。そりゃそんな気しますよね。でもここから平川さん上がっちゃう。あ、2、2、2。うわ、全然5だ。伸びるわ。やっといいんだよね。まあ、モーターエイドは腕もいい。5になれ、5になれ、もう頑張って。1号になっちゃう。1号だけはちょっとさすがに無理か。 あれまた2になってる。2頑張れ。もう頑張ってんじゃん。平川さん応援してたけど、これだったら2になれ。めっちゃつくから、頑張れ頑張れ。大石さん頑張れ。よし、頑張った。いってる。よし、2になった。ここで抜かれ、あの2だ。おっ、疲れんだよ。バックが弱いんだよね。これ何、波の影響。いやー、すごい風か。なんでこんな追いつかれんすかね。伸びるんだよね。でもこっち来れば分かる。おー、頑張ってる頑張ってる頑張ってる。あー、5か。ダメだ。暑かったなー。2000円あったから。素晴らしい。でもね、2レース連続3桁ですから。あれだけ抜け出て、かなえちゃんが絞り込まないって、そこはちょっと惜しかったな。見てる分にはね、うん、言えるけど、うん、おっかないんだろうけど、選手はね、いつも全力ですから。はい、まあ、とりあえずとりあえず EA で 2EA よろめいたな今。それが回ってる回ってないっていうのは、ああ見えねえな。明るくて回ってるよ。まあ、特に話すことないんだけどね。じゃあ隠れちょいちょい、だスズムシがいたらやってますよ。じゃあ隠れ F は、まあ F は気にしないけど、さすがに F2 になってるとね、隠れ F っていうのがもうちょっとどっか簡単に見れるんであれば、そうっすね、まあ、見たいなっていうのは。なかなか新聞とかじゃないと。いや、だからあの公式ホームページからの、 あの研究の簡易版の PDF、 あー、はいはいはい、はい、あれもあそこの表記一緒なんで。これか。そうそうそう、山川ハオさんね。これ未消化っていうのはフライングの罰則というか、未消化60日というのは、30日だと F1 っていうのが分かって、60だと F2 っていうことが分かると。だからこれを見ると隠れ F2、まあ、木が変わったんでこっちには F0 になってますけども、実際は F2 の状態。これでもう一回やっちゃうと発生がなくなっちゃうので、やっぱりそれはスタートはいかないかな。だから研究のね方をホームページで見られる方はぜひ参考にされた方がいいんじゃないかなと思います。実はさっきと同じような感じですね、4号艇の高田選手、まあ、この平均コース別平均スタートタイミングだけを見るとさほどなんですが、そもそもですね、1号艇の深尾選手のスタートに非常に不安があるんですね。それでも、まあ、普通に安定板もついてるしということで逃げた時に、やっぱりさっきと同じように4がスタート力の差でちょっと行きそうで、5号艇中澤選手上手なんで、さっきみたいな展開になって4についていって、で4がうまく回れなかった場合には1号も全然あり得る。でさらには4が行き切った時についていくケースがあるかなと。ここ4-1かな、どうかな、4-1も買っといた方がいいかな。これ500円にして4-1も買っといた方がいいな。これがいいよ。3レース、おそらく人気は
1号艇の深尾さんからになると思うんですが、まあ一番候補としては3号艇の谷川さん、まあ、やはりベテランということもありますし、だんだん日が経つにつれてね、調整なんかもうまくいっているんじゃないかということで谷川さんを頭からで、2着に関してはここはイン残り1号艇とちょっと気に入ってる24を入れてると。もう一つが渋田さんの、これ差しでもまくりでもどっちでもいけると思うんだけど、深尾さんが万が一伸びなかった場合はまあまくりで、でおそらく腕的に渋田さん差すのも全然できると思いますんで、2頭の2着に13と、3着は13で4を足しておくと。それとたまたま今ねチルト 1.0 で4号艇高田さん何かやらかすとしたら4から行くのかなということで4頭でここは広めに変えました。以上ですね。だ本当はこの内側234がまあ お気に入りというかね、推しじゃなければ中澤さんの頭まで狙ってみるのも面白いかなと思ったけれど、ちょっと頭がねいっぱいいるんで今回はこの頭はなしということにしました。だインニゲされたら、まあ、それは諦めます、はい、深尾さんのスタートは不安残りますもんね、うん、渋田さんの直まくりも俺ちょっと気になったし、うん、もう全部ありそうだけど、ここ本当浮気レースみんないいなって、ハウちゃんだって分かんないよ、ほら黄色憧れの黄色一発狙うか、これ2連単でも結構ついてると思うんで、運試しで6前2連単っていうのも手なんだけどね。6前なんか中澤さんとか高田さん中澤さんラインで行っちゃえば内側がずっぽり入っちゃうんじゃないか、いけないか、それでも内緒で買ってこようかな。高田選手がチルと跳ねてるということで4145を500円抑えての深尾選手頭からの1415、あらゆる展開が見えるレースです。松井の2頭3頭も確かに深尾選手のスタートがちょっと心配なんでね、あるなあるなと思いながら、最終的に僕の決め手になったのは高田選手のチルトでしたね。はい、買ってました。3が頭のこれが300円ずつ、渋田さん頭は300円で、4頭希望はこれが一番来てほしいなという感じで、4の135の1235と、ハオちゃんはねさっき言いました切ってます。ただどっかに楽しみを見出したいなということで、ハオちゃんの6頭と2着2連単を付け足しました。なんかこういうちょっとした楽しみをレースで作っていくっていうか見出して、こういうのを買うと割と楽しめる。まだまだあなたたちダメねという感じで、谷川さん頑張ってくんねえかな、高田さんに一気に飲み込まれる。あ、4行った。いやーこれさあ行ったろ、これはこれは行くだろ、で5ついてくだろ。あー2はダメ、4号になってくんなきゃ早いわ。2はダメ、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 2はダメだね。いやこれ意外にさ、よし5だ、よし5だ、いい、あ1か、そう1がちょっと腕なら5だよ、腕なら5、5でお願いしたいね。1つ、あー
それで1になるか。よかった、1も足しといて。はい、ありがとう。頭では変わらなかったけど、やっぱりそれなりに出てるわな、モーターは。いやいや、頑張ってよ。まだ深尾ちゃん、深尾ちゃん頑張るよ。3はないよ、3はないよ。いやー、深尾ちゃん絞り込もう。よーし、ナイス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 。はい、ゆっくり。あんだけ応援してた谷川さんだけど、ここは一つ。いやいやなんでだろう、バックがガンガン来るな、内側が。もう一回絞り込もうよ。絞り込めない。あー、切れろ。あー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 こじられた。すいません、谷川さん、本当に申し訳ない。マジかよ。あ、俺買ってるわ。え？ジジイ。なんだそれ。あれ買ってた。お客さんにボード見られて、いや持ってますよって言われて。何それ。当たり前じゃん、谷川さんだよ。さすがです。頭まで下げてたのに。お味噌汁。谷川さん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。寿命を顧みず言いますけど、もう死ねえよって言っときますよ。一人でくれよかった。すいませんでした。いやー、持ってるなー。1号艇の後藤選手 B2 なんですけど、ただ今節の成績は非常にいいで、安定板もついていて、となるとインが普通に逃げるで、2号艇の真子選手も今節あの成績を結構割といい感じで残してるので、普通に回る 1,2 もあるぞ。あとはまあ図案な2着という無難な線、藤崎さんはちょっと成績がひどすぎるんで外しましたけどね。そうなってくると5号艇の西村選手もね、そこそこ成績残してんですよ。なので1245の2345、もう一つはやっぱ後藤選手がちょっとインコースからスタートきっちりいってるのに大回りしちゃってとかで 2号艇にやられるというケースですね。2145134、これを全部1000円でいこうと思います。まあギャンブルですね。 G ゾーン的には3号艇藤崎さんですが、まあ成績はちょっとね、今節は厳しいんじゃないかなということで、ズアンナさんと書かせていただきました。江戸川ナイスの世界では北津アンナさんですけども、ズアンナさんと呼ばせていただいてますんで、もうちょっと応援したい気持ちもあるので、ここは4頭から行ってみたいなと。で2着には、まあ、展開外ですね、1か5を入れての3着は割と流し目。実はその隠れ F2 という話をですね、先ほど小耳に挟みまして、まあ、もう買っちゃってるもんで今更どうしようもないんですけども、ただまあズアンナちゃんなら言ってくれるんじゃないかと、まあ、期待しております。それと成績というかね、位置的にのはやっぱりイン逃げっていうのは、あの攻めてくる選手があんまいないんじゃないかなということで、イン逃げも抑えておこうかなと。それとこれ3を頭にしたのはやっぱり G ゾーン、ね、こういう統治勝率もモーターに連帯率も1番1番というこの組み合わせはなかなかないんで、ここは G ゾーンを尊重しまして3頭で145145、ここも押さえておこうかと思います。で上にこの点々というのは
俺の見た今節の成績ね、良ければ丸、まあまあなら三角、まあどっちでもいいかなっていうのは点々で、ジジイ部ね1の時は多分バツにしてたんですけど、ちょっとバツっていうのは絶対ないはないか、バツっていうのは失礼かなと思ったんで最近は点々にしてます。以上です。こんな感じでいきたいと思います。はい、買ってました。4頭2着1号3着は1、2、3号が300円ずつで、同じ4頭の2着は2号艇の3着は1号が200円ずつ、イン逃げに関しては、300円ずつ、あともう一つ3頭145、145は200円ずつ、そんな感じでございます。すごい嫌なことに思い出しちゃって今買いに行った、まあ1枚にまとめられたんですけどね、フォーメーションなんで。さっきね、あの 4号も買ってて41付け足した方になってよかったって言ったら結果外れたじゃないですか。で実は1レース2レース僕一番右端の券売機で買ってて、で、まあ、1個目が当たったから2レース目も一番端で買ったの。3レース目買いに行った時にそこにお客さんがいたからずらしたんですよ。ここ座ると映る。はい、鈴虫君が遊びに来てくれました。あ、なんか縁起悪いなって一瞬思ったんだけども、それがあんな形で外れた。もう一回一番右一番右って言ったらまたお客さんいて、また違うところで買ったんで、ここからまたリセットなんですけど。3レース4から買って2号って当たってますのに、また許可なく髪切ったろ。はい、今日面白くなくなっちゃう。今日切ってきた。早起きだね。すぐね、無許可で髪を切るんですよ。上だけ切れっつってんのに、もう ここだけやっぱね、お茶の水博士みたいになってほしいじゃないですか。まあ合わせてくれよ、悪くはないよ。誰も仕掛けないんだ。うわ、3おじいさんちゃんと買ってるじゃないの。やっぱ3はね、3はありますけど2はないんですよね。3はあります。3から145、ここはもう予想大外れだ。これのデータ的なやつでやるとクリクリ3頭。ああ、まあまあ腕はね、そうなっちゃうね。だから ここなんだよ、自分のやってることをどこまで信じられるかっていうね。あ、勝つとしたらここだって言ってたのは藤崎さんのこと。不安なんだ。不安だった。それは不安だ。まあしょうがないね。これは俺はちょっと変えないとこだったな。点数だけ見たら、ズアンナちゃんが言ってくれれば落ちた。おいっと、これ314ならありがとうございます。これ2より4の方が金入れてるんですか。誰、入れてるんですか。2は買ってない。買ってない。4は買ってる。元当たりの3145。まあ、道中の逆転劇はね。いや、ズアナちゃん頑張ってくれた。いやすごいわ。結果前半パーフェクト。俺は4の2、4の2で、しかも1回大神なんで、まあ、ほぼ全外れみたいなもんです。やっぱ恐ろしいほどの的中率と、たまたまだよ。あとまあ恐ろしいほどの忘却力っていうんですか。 それ一番
自分でもびっくりだよね。それは多めに見てください、温かい目で。いやなんかね、俺が全然関係ないところを持ってるんだったら何とも思わなかったやつなんですけど、一緒に仲間意識持った後だったからね、ちょっとやっぱり殺意5ぐらいは湧きましたよね。いやまあ本当にあれだから、乗客だから